チャレンジャーチーム動きが速くなりました。鶴田が捕まっています。テリーファンクが見せるサイドスープレックス、テリーファンクが見せました。そして今度はパイルドライバー、ローテン空打ち豪快。テリーファンク、さあテリーファンクがインターナショナルタッグのベルトを支柱にできるでありましょうか。もし支柱にしたということになりますと、54年の2月の5日、テキサスサンアントニオ以来ということになります。ネックブリーカードロップ、肩にガッチリとジャンボ鶴田の首の後ろ側を釘付けにしました。そしてドスーンと自分の体重を利して落としました。強烈な攻撃、あれは効きますね佐藤さん。そうですね、先ほどですね、今度はヘッドデビアス、これは怖い、ものすごい流れ固めのような体勢、体を浴びせます。おっと危ないですね、一瞬後頭部を打って脳震盪状態か、後ろになってまいりました。鶴田綾吉、さあインタータッグのベルト、この手にデビアス手に取られるか、そのまま飛び返すが、今度は肘を打った、肘を打った、しかし今膝をついているジャンボ鶴田もちょっとうつろな状態、これで逆転劇が果たしてなるかどうか。あ、今やっと落ち着きました、冷静を取り戻した、生き返りました鶴田、鶴田生き返りました。ここで若いデビアスをジャイアント馬場に渡します。さあチャンピオンチームが2プラトン、2人合わせてのキック攻撃、強烈、さあ強烈に行きました。相手はテッドデビアス、テッドデビアスを捉えてなんとかピンフォール防衛に持っていきたいところ、ババが踊る、カバズがけ、カバズがけ、カバズを落として豪快に決まった。さあ抑え込むか、防衛か、19回目の防衛か、テリーが飛び込んでまいりました。ロープ越しテリーが思い切って後方を向いておりますが、ここでジャイアント馬場は再び立ち上がった。テッドデビアスもいい姿勢だ、思い切って世界の馬場を置いといて釘付けにしてドロップキック、ドロップキックを打ちます。あっとジャンボ鶴田がここでようやく間に合いました。19回目の防衛戦、チャレンジャーチームも非常にいい動き、テッドデビアスがさあ145キロ投げてますか。さあ反対に馬場が返した、そのまま抑え込みに行く、テリーも必死でフォロー、テリー